こんばんは。こんばんは。ごしゃい。ぴょ。こんばんは。調子はどうですか。今日は。眠くて眠くてなぜか眠い一日でした。そう、いや、すごいラブタオルが、あ、ニコニコマークさん、トタイありがとう、ドラガンさん、マイクありがとう、リートさん、ヤシの目ありがとう、エイちゃんラブタオルありがとう、タンさんラブタオルありがとう、ホジさん、ホジありがとう、日本に帰ってきました、おかえりーおかえりありがとう、いいえ、こちらこそありがとう。昨日寝られなかった、昨日はなんか寝つき遅かったけど、その後寝たいやん、ちゃんとにゃにゃん、今日も来ちゃいました、いらっしゃい、今日も帰りでした、ありがとう、ウッドジャム楽しみね、嬉しいもんかも、楽しみにしてます、8月の27日、眠いのはなんでだろう、今日も可愛くてありがとう、美味しいの保存楽しかった、ありがとう、聞いてくれて、お茶剥がします、全国ツアー大阪着くか、おめでとう、ありがとう、マネルメント、面白かった、もうね、もうね、最高だってなる気持ちになるよ最後内容言っちゃったらさ、ネタバレになっちゃうからあれだけど、結構ね、でも大人の人が多かったかな、そう、だからネタバレになっちゃうからあんまり言えないけど、そう、そのマイエレメントを見に行ったのはお母さんと見に行ったんですよ、でなんか結構人があんまりいないとこの席選ぶタイプの人なんだけど、で5個ぐらい向こうの席のにカップルさんがいてなんか横向いたらめっちゃイチャついてて、すごい気まずかったイチャ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 してヒーって気まずいと思って、気まずい瞬間でした あるよね、そういう時イチャイチャしちゃい仕返すの、ママとちょっと自分、え、違う、見てないの、なんかそのずっと私気づいて何も、もう近くにカップルさんが座ってるとか気づいてなくて、一回だけなんか なんでよく一回ね、なんか物なんでっけな、なんでか忘れちゃったけど、一回パッと横向いた時があって、
そう。ママとイチャイチャもっと気まずいそう、たま別に見ようと思ったわけじゃなくてね、パッて 見えちゃった時に、目は合ってない、うん、もう向こうの世界に入ってたから、あの目は合ってないです私は。ポップコーン、あん、え、わかんないです。なんか見つめ合ってて、見つめ合っとったけん、あ、なんか見てしまって申し訳ないと思って、その後はずっと前見てました。たまたま、たまたまね。目は合ってないです、全然。映画、あ、違うの、あの広告の時みたいなやつ。映画は私もずっと正面を見てたからわかんないですけど、うん、そう、始まる前の広告の時、ちょっとさ、広告始まる前明るいじゃないですか、だからそう、こんばんは。映画の広告面白い。映画の広告見てたらなんか見たいってなる。寒い。うん、やばい、30度みたいになってる、やばいやばいやばい、暑い。25。25になりましたこんばんは、こんばんは。喋ってたら熱くなるよね。こんばんは、こんばんは。久々に見えた。お、いらっしゃい。28、いいね。もう25歳、もう25歳、誰だ25歳。お母さんは18歳やで、もうちょっとで19歳。なんか学年で一番優しそう、めっちゃ優しい子やな。一番かは、全然一番かは分かんないですけど、なんだろうな、優しく生きようとは思っても、生きようっていうか優しく生きたいなって思ってます。ラストティーン、そう、私今日なんかあれ、もう19歳だっけって、まだ19にはなってないんですけど、今年も19歳って、いい、びっくりして自分でも、自分の年齢に。いい25はあのエアコンの温度ドキッとするモバメモちゃんから来る、いいでちょ。
何のお茶の何の音、ほうじ茶飲むよ。生誕祭ぜひ待ってます。今年はいつかね。ももが何歳の時に18歳、いつだったかな、忘れちゃったな。もう16歳ぐらいの時が決まっとったかな、どうだったっけ。好きもばめないし、ここでここでしたな。お手紙書き始めてます、待ってますね。今日のは僕はあっちだ。こんばんは。コンタクト外しちゃって近くじゃないと見えない。今日生誕祭当たるといいな、待ってるよ。恋人同士いいね、恋人同士メール。11月30日までの AB 型、一緒なの、もうとすごい。サマステだけじゃなくて舞踏会もね、両方やりたい、両方やりたい。ねねねね、コウジさん、マイクありがとう。竹松郎さん、いえ、ありがとう。ももかろ侍さん、いえ、ありがとう。かくちゃん、かわいい、ありがとう。ワンワン。しゃ、昨日よりね好きが出る。こんばんは、こんばんは。ね、新幹線ね、なんか私も見たけどどうなるんだろうね。いえいえ、喉の辛さ、喉は今日は今日はねちょこっと喋りづらいぐらい。舞踏会のために関東の実家に帰省するから調子になったかな。めっちゃやりたいんよ、もかも。なのにさ、祈らないとダメ。にゃ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 、そう、だいぶ良くなった報告をしたんだけど、昨日よりなんか今日の方が喋りづらいっていう。ひぃ、自然には近…ね、自然の力って怖いね。
なろう。次回ピンク。お、龍角様いいね。台風が来る前に移動だけします。おお、気をつけてね。お薬なんだやん。貴重な機会ね。私もぜひ再開、開催されてほしい。再開じゃなかった、開催。こんばんは。あと40日。お、龍角散毛ガージ。うそ、でもなんか私もこの間見たとこなかったんだよね。生誕祭いつですか？まだわかんない。まだね、未定だよ。スーパーにやっとく。どこであるの？これ買ってきてもらったからな。もうはママが買ってきてくれます。こんばんは、こんばんは。ちゃんと食べてる。うん、ちゃんと食べてる。あのね、最近ね、むくまないようにね、いろいろ頑張ってるからかな。シュッてしてるように見えてるなら嬉しい。食べてるよ、全然。だってこの間さ、お風呂上がりにさお風呂上がりにさ、パピコの片方食べて、その後さ、なんだっけあれ、なんかあれ、なんて名前のアイスだっけ、あの、え、なんていうアイスか忘れちゃった。こんな丸いさ、果汁のさ、丸いグレープ味とかいろいろあるさ、12個ぐらい入ってる、あれなんだっけ名前。アイスの実かな、アイスの実だ。アイスの実も食べてさ、でさ、この間それもまたお風呂入る前にお腹が空いて、あのなんかね、みんな覚えてないかもしれないけど、前2期生が昇格するためにやった24時間配信の朝ごはんで作った、本当にねこれぐらいしか食べられなかった、なんか卵に何入れたんだっけあれ、卵にチーズとベーコンとピーマンを入れて、卵溶いたやつに入れて塩コショウ振るった、なんか多分どこの料理だったっけ、なんかアメリカだったかな、のやつをね、軽く急いで作って、オムレツみたいな、そうそう、日本バージョンじゃないんだけど、オムレツ、どこかの国のオムレツを作って食べました、夜。もかさん食べてますよ、ちゃんと。お風呂入る前にそれ食べた。うん、お風呂入る前にそれ食べた。美味しかった。意外に食ってたでしょ？食べてるやん。でもね、なんか、でもももは
基本1回に食べる量がそんなに多くないし、朝とか疲れちゃうと寝ちゃってお昼ご飯からになっちゃったり、自分が寝てしまって一見そんなに食べてる量が多くないから、もともとだから体重は大丈夫なの。体重はね増えてない。ちゃんと食べてる報告にもうか、全然食べてないって思われがちなんよ大丈夫、食べてます、ちゃんと食べております。私はでもともと小食っていうのあると思うけど、食べてるよ私の中では。うどんも食べてる、アイドルは食べてない。なるほどね。でもそうね、自分がさいっぱいバクバク食べれちゃったら、やっぱりそれ体重の管理もすごい大変になっちゃうと思うから、そう多分小食だからっていうのはあるね。あと身長もちっちゃいからね。食べてるなんかお菓子も食べてるよ。おアシキンいっぱい桃食べてる。あそう、桃てなしアシキンの桃のねお土産ごめんイヤホンの人ごめん。神戸の写真見てるとマジでビジュアル過去一更新し続けてると思う。本当ですか、ありがとうございます。でもこう亀子さんが撮ってくださったあのカメラの写真とか、あの普通にお仕事でさいろいろ撮ってもらう機会があるじゃないですか。で中学校3年生に入った時ってまだなんて言ったらいいんだろう、まあ、そんな顔が変わってるわけじゃないけど、なんて言ったらいいんだろうな、なんかあの子供の細さっていうか顔とかもシュッてしてて、そんな感じであんまりカメラ写りがそんなに気になったことがなかったんよ。まあそのメイク全く覚えてないけ漏れてないっていうのはあるけど、なんかねそういう中学生の細さ顔とかがだったんですけど、だんだん高校卒業するぐらいとか高2高3ぐらいになってからは、そうこの顔が童顔とかはあるけど、なんかちょっとずつお顔にお肉もつくんですよ、もうその年齢的に。太ったとかじゃなくて体重は変わんないんだけど、そういう風に成長するじゃん。だから一時期あお顔のお肉を感じると思って気になったんよ、最近中高3の時とか。それであなんかカメラに映ったら顔がにお肉がついてるように見えるなって思って、最近はめっちゃ顔のむくみとかを気にし始めたらシュッてなるようにまたそうなの。何したらむくみって取るの、なんだろう、
でもね、なんかね、緊張がむくみを呼んでたんだよね、前。めちゃめちゃ緊張すると体がより疲れて体がより疲れてね、そう、だから神戸の時は顔がむくんでなくて、だからみんなにもこう写り今回いいねって言ってもらえたので、ちょっとこれから頑張ろうと思ってるの。顔のマッサージとかもあるんだけど、どれほどどうつく、なんかね、疲れをためないかが勝負かな、私の中で。可愛いから綺麗になって、本当？でもそのそうなん、太るとかじゃなくて体重が変わらなくても、やっぱ年齢が高くなると、もう中学生から入ってるからちょっとずつさ成長はするじゃない、するじゃん。もう今からはそんなせんやろうけどそんな、なんかが変わるとかそんなにないやろうけど、そう、こんばんは。分かんない、みんなからしたらそんな変わってないよって思われてるかもしれない。でも私、前の自分の入った時の顔よりは今の顔の方が自分の顔好きです。あかんない、そのメイクとかで顔がメイクが分かってきてっていうのはもちろんあるんですけど、前よりも今の方が自信は一切ないけど、髪型大人っぽく嘘なってるメイクを覚えただけかもしれないけど、自分に似合うメイクとかもさ、だいぶ分かってきたよ。この間まで全然分かんなかったけど、だいぶ2年くらいの前のもの見てたら大人になったら2年前ね、もっとメイクほぼしてないもんね。メイクでそんなか、でもメイクもあるけど、でもどれだけお顔すっきりさせられるかっていうのは結構大事かも。だからむくまないのが大事。初めてだって2年、おぉねぇ、素顔がめっちゃ可愛くて、ほんこの髪なんだろうもが好き、もが好き、
ヤンマガのモーちゃんも素敵だから、みとーちゃんありがとう。2年前くらいから気になってたけど、しっかり会いに行く。でもそうね、私会いやすい、私前2年前とかもっと喋れなかったから、なんかこう前よりは喋りやすくなってたりするのではないかなと思ってる自分が。ヤンマガからも成長ヤンマガのやつ結構前だもんね、撮ったの。実はもうか、初めの方に撮ったから。今日のパマ1時間ぐらいしようかな。コミュ力が増した。わかんない、全然コミュ力で言ったらもっとなんかもっと優れてるメンバーもいっぱいいると思うんだよね。ももよりもっと上手なメンバーの方が多いと思うんですけど、でもなんだろうね、座らせるようになったのではないかなって感じ。最初の頃もフレンドに話して、本当？よかったね。緊張するくないかけど、ありがとう。熱い喜ばれてる、最高の対応。そこみんな褒めてくれてる。たかきさん、マイクありがとう。百のすけさん、マイクありがとう。メガバイトちゃん、かわいい、ありがとう。つよしさん、星ありがとう。ゆうさん、かわいいありがとう。ぜーたんさん、かわいいありがとう。みみさん、ラブありがとう。こじさん、マイクありがとう。ピアノのピーさん、ありがとう。ドラガンさん、マイクありがとう。フレンドリーに、ね、フレンドリーになったのよ。なんかね、ずっとね、焦ってたんだよ、ね、焦ってたっていうか、気が張ってたのね、ずっと。だから話す時もね、どういう風に話したらいいのかが分かんなくなったりして、あれって今は素の方がいいんだなって思ってるんですけど。前はその素を出していいかも分かんなかったのよ、もう子供すぎて何も分かんなくて。緊張する、可愛くて緊張するけど、それでも話しやすいからし、よかったそれは。実家のような足。帰っておいで。そう、最初はみんなそうだと思うんだけど、もう分かんなかったのね、特に最初は。みに、いつでも優しくて子供と話しやすい人。本当ですか？それは良かった。
最初は距離感がそう難しいのよね。今仲良しだからね。なんか今日ベタ褒めしてもらえてる、みんなに。なんか褒められると恥ずかしい。お話し会のね全然お知らせないよね。ずっとまあなんかこのいつ選抜発表がされるかこう分からんこの時期ってなんかそわそわなるよね。いつだろうみたいな。急に来るじゃん。だからうんみたいな。無にしてるの写真。無に。赤いしかいかつかな。オンラインはもうなくなっちゃうのかな。どうなんだろうね。そう全国ツアー中だからきっとその後なのかは分かんないけど、ツアーの終わりとかそうなんかそわそわしちゃうのよ。オンラインもあるね。そういうそこら辺気になるよね。うん確かに予告されても最終日とか集中できる。集中最後の挨拶最近怖いもんな。なんかでもいろいろ含めて挨拶の時は発表も怖いし卒業も怖いし。あ半々だったんだ AKB さん。ね、オンラインもオンラインでいいとこもあるよね。もちろん会いたいっていうのはあるけど、こう移動遠いところにいても話せるっていう良さはある、ね、後ろのパネル、そう後ろの映像があるとき怖いよね。なんかあの普段のさあの花猿公演のときとか後ろにモニターがないから多分ドンみたいなことはないんだけど、お互いツッコミあるよね。そうだね、私もみんなにツッコめたりして楽しい。予告お願いして。予告ってフフ特報ドーン。そうなんよ、あれ後ろのあのモニター特報。いやだねーって。ね、オンラインもね、そうだね、ゆずきくん。両方あったらいいね。ギャルお話し会の時、三期節子も。モニターあったら覚悟しときますってマイク。でも分かんない、最後のツアーの日はちょっと怖いよね。汗汗。あ、3期生行くのって。特報ファンの人、おメンバー AA なのかな。どうなんだろうね、メンバーもさ、なんだろう、なんかその特報が嫌とかじゃなくて、でも、なんか、怖いは怖いよね、なんか、そういう選抜発表とかだったら。前のさツアーが出るみたいなやつは嬉しい特報やったけん私たちもみんなハッピーじゃん。けど選抜発表は自分自身も怖いし、そうドキドキするから、ドキドキもありワクワクもありって感じだね。
緊張。発表ないの、えー、ってこと。確かにないんかーいみたいなね、あるよね、たまにそういう時も。東京会場広いからなんかね、そうね、なんかあるんかな。でも選抜発表はさ、その東京はみんないるけど研究生ちゃんたちはいないから、どうなるん、どうだろうって思ってるけど。純粋に楽しむね、楽しまなきゃ。48人揃うとき、うん、全然ない。そうなの、私3期生ちゃんたちにいつ会ったかな。ねえ、あのこの間のさ、なんだっけ、シーンのランウェイのやつ出てないから全然会ってない気がする。レッスン上でたまにちょっと何人か会ったかな、けど本当にね、3期生ちゃんと本当に会う時が、福山の後もちょろっと会ったけど、舞踏会の時は独り言入ってる2人だけ来てる。え、そうね、でもそっか、それってことはもう発表され、私たちに発表されとったもんね、あの独り言の時は。大阪も全員よね、すれ違うぐらい、そう、本当に会ってない子もいるし、本当にちょっとすれ違うぐらいのしか会えないぐらい会ってないですね、本当に。ちょっとレッスンが、舞踏館で独り言初披露、だったかな、私モニターで見てたよ、事務所で。舞踏館立ちたいな、羨ましかったのよ、あの時。会話は本当にね、会えてないから全然できてないですね。推し武道叶えたいね。もーちゃんさんって呼ばない、わかんない、なんて呼ばれてるんだろう私。初披露だったのか、武道館でしょ、もーちゃん。あ、そっか、もうメンバーを知っとったけどファンの方はそこの場で知ったよね。岸先生、小桃先輩、小桃先輩は絶対なんだろう、また話せたら、呼ばれたら確認しとく。みんなさ、今までの表題曲のさ衣装でどれが好きとかある？ふと考えてたの、どの衣装好きかなって。自分表題曲じゃなくてもいいんだけど、何でもいいけど、これ好きみたいな。おもこいかわいいよね、紫のやつよね、かわいい。おもこい花垂れはなんかアニメっぽいよね、
え、おもこいの紫めっちゃ人気だ。でもなんかおもこいのさ MV できたあの水色の制服も可愛かったよね。風を待つも可愛い。風を待つの生地めっちゃねすんごいしっかりしてるなってこないだ思った。シワちゃんでも可愛い。可愛いよね。花は誰のも。花誰はなんかね本当にアニメっぽくてねいいよ。モテてる。モモ？モモか。モモはね、表題曲だったら。ユニットの曲なしの表題だったら、うん、そう、おもこいの紫と独り言が好きですね。でもヘタレも好きだけどね個人的に。STU48 の衣装展ねやりたいね。独り言の衣装大好きで歌も好きなんだけど、どうしても踊りはちょこっと苦手でなんか一回覚えてもまた分かんなくなっちゃって何回も見てるんですよ。だから、ごめんね。うるさいね、もう。耳ごめん。独り言はねポジションによって全然振りがね違うから分かんなくなるんよ。あれって今自分どこだと思う。自分のポジションではないから分かんなくなるんですよ。んってあれってなんだっけ、何が正解なんだっけみたいな。列によって振りが違うから。喉大丈夫、ごめんね、ありがとう。それぞれの良さがあるよね。最近もーちゃんの可愛さに気づけてありがとう。コンテンポだり難しい。え、難しい。そう、ゆっくりな曲なんだけどめっちゃ難しいみたいな。でももう結構何回か踊ってきてだいぶ苦手は克服したしてるとこなんだけど、やっぱり自分のポジションはめっちゃ覚えれるんよ。だから下手れからはめっちゃ覚えてて、もうなんかあ、もう本当に間違えることがほとんどないですけど、自分のポジションがない曲は分かんなくなっちゃうことが多いです。なんか大好きな人のポジションが3個ぐらい覚えてるから分かんなくなるあれって今私どこだっけって、うやー喉がうわー逆にこの振りは好きとかやってたのし、やってたら楽しいか。基本ね何でも好きなんだけど、ちょっと可愛い感じの振りが好きなんよね。
だろう、のツアーの時は本当にポニーテールが楽しかったのと、あでもあれ私が参加はしてないけど、何が楽しいかな、ね、違う自然淘汰、誰かといたいも好きです。もうかなんかこう自分の世界に入れる歌が好きです。なんか世界観がある振りがすごい好きですね。誰かと行きたいとかなんかもうすごいなんか踊り始めたらそういうなんかなんて言ったらいいんだろう、入り込める。振りコピは進化してた時だろ、嬉しい、楽しいよね。単実植物は実はお振りは踊れないんですけどもか、今のところは踊れないんですけど、実はめっちゃ好きな曲で、なんかね、千穂さんと風さんがこう MV あったじゃないです、あるじゃないですか、お互いが取り合ってたりするやつの MV がもう好きで、それを見た時にもうめっちゃいいって思った記憶がある。そこからその曲が好きになって、そう、その MV、 そうなんよ、めちゃいい。あれねかなおりたんの一人で踊るとか、あ花だれでね、なっちゃんのとこでやってる時はなんか視線を感じて恥ずかしいやん時そう、単実植物ね、踊りたい、踊ってみたいですね。私も踊ってみたいし、また千穂さんと風さんが一緒に踊ってるのも見たいなって個人的には思ってます。私はね今のところ踊れないですねりゃんちゃんともやってみたいですね。日替わりユニットでねやってるよね。恋は仮病中ね、可愛いよねめっちゃ。ごはんごはんごはん。可愛い。シアジャンでもいいよね、衣装も好き。
あんまり STU って短めの衣装ないから、シュアジャンネもいいの衣装好きなんよ。ペアで心に残る曲おもちゃに私へへそうだね、そういう曲もやってみたいな。まだね、実は STU の曲でやってない曲とかも多いもんね。実はユニット曲とかは全然やったことないやつも多いし、好きになれただけでしょ、かわいい。表題は全部やってるね、多分やってるね。ユニットとかはやってない曲はあるけどって感じかな。夏好き。うん。そう、こないだ。なんだっけ、あ、花だれ公演で昨日かリハーサルで今からユニットやるよってなった時に、もう夏の好きなご用心とシュアちゃんの始まりのポジションが一緒なんですよ。みんな縦一列で並ぶ感じ、ゼロ番に真ん中にね。それでそう、始まり方がシュアジャンでも夏好きも一緒だから、あれってなって、あれシュアジャンね一番最初にやるんかねって思ったんよ。でも違うかった一緒なだけだったでもその安否とかパセちゃんがその時そこにいたから、あれあれってなってってなったけど、そう、始まり方が一緒なことに気づいたの昨日いつもさ、そう、はけてるから、あの着替えに行ってるから最初ね気づいてなくて、そう、ポニテとは間違いなかったよ。始まり方一緒なんだと、始まりっていうか列、始まりのポジションが一緒なんだなと思う。ちゃんと出てきましたよ、間違えずに新たな発見、新たな、前もでも思った気がするんよね。でもなんかまた忘れとったんよね多分。なんかツアーの時ポニテ誰の衣装かい、上はみなみさんのをお借りしてて、スカートはゆみりんさんのをお借りしてます。ポジションによっての衣装があって、そう、上と下で違うんだよ。スカートのデザインがね、ちょっとずつ違うの。こんばんは、こんばんは。上下で違う。うん。上下で違うよ。デザインがそう違うんよ。にゃん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 。なら、じゃあもうそろそろ読もうかしらね。ごめんよ。
コージーさん、ラブタオルありがとう。ナラガンさん、マイクありがとう。ジャッキーさん、ハートありがとう。まぼれしさん、ハートありがとう。喉を大事、ありがとう。ゆきん頑張れる、頑張って。13位のトシさん、ありがとう。使いで一番かわいいモンガが大好き。モモンガが大好き。あら、モモンガ、モモンガ、昨日もモモンガだったの。ジェニーのふみあとマーク、ふふさん、ありがとう。11位のまぼろしさん、ありがとう。10位のふくちゃん、ありがとう。台風7号のりんくん、進路変えよう、変えよう。キーのゼータンさん、ありがとう。大人になったももが好き、ありがとう。大人のももが好き、ありがとう。8位のあつよしさん、ありがとう。7位のたかちさん、ありがとう。今日のもうすごく可愛くて好き、ありがとう、嬉しい。ぬきのドラガンさん、ありがとう。もーちゃん大好き、ありがとう、嬉しい。5位のもももしゃさん、ありがとう。あ、ももちゃん、宇宙一の笑顔に救われてました。ももちゃんを支える一人として応援させてください。ありがとう。私も、なんで。私も嬉しいです。ありがとう。4位のマピアノのっぴさん、ありがとう。喉の調子良くなって逮捕されることを願ってた。ありがとう。祈ってる。ありがとう。3位の。ザッキーさん、ありがとう。DMM 配信でも伝わるもちゃんの解散キュン。これからもいっぱい見てね。ありがとう。2位のコージさん、ありがとう。今日も楽しかった。ありがとう。いつもありがとう。1位のダーさん、ありがとう。一線のことが多分好き。多分ってない。好きじゃない。ありがとう。台風吹き飛ばそうね。誰も怪我しないように祈りましょう。嬉しい、ありがとう。祈りましょう。今日もお話してくれてありがとう。またね。ありがとう。